洋介さんはもう見た目から少し想像つくと思うんですけど、もともとスポーツマンで、これそのいや俺もですよ何俺はスポーツマンみたいじゃないんで確かにね同級生だと思えないそうだったんですけど、ラーメン会、ラーメン屋さんになろうと思ったきっかけをちょっとお話しいただいてもいいですか。あ、はい、そうですね、まあ私はゴルフの関係の仕事をやってまして、で、まあ、そのティーチングといってこう教える、まあ、プロだったんですけども、でその中でお客さんとして、まあ、修行先の田村屋さんっていう、ところの、オーナーさんが来てですね、でこうやっていく中でこう仲良くなってっていう流れなんですけども、まあ、今思ってみればですね、まあ、小学校の頃からお小遣い貯めて、私は埼玉県の熊谷市なんですけど、まあ、そこで熊谷市でその常に行列を作ってたこうよかろうさんっていう、まあ、熊谷のこうご当地ラーメンみたいなのがあるんですよね。まあ、佐野ラーメンに今僕が近いっていうのもあって、で、まあ、そこが月1回必ず行ってて、もう本当小学校低学年から友達同士で行ったりとかしててですね、そういうのにこうずっとラーメン触れてきて、で、まあ、熊谷行って学生の時は八王子行って八王子のラーメンで、で、宇都宮行って、まあ、宇都宮餃子ですけど、で今思ってみるとこう地域に根付いた、ものに触れることが多くてですね、でやっぱり長らくこうその地域に根付いてこう愛されているものっていうのをやっぱ作りたいなっていう思いもずっとあってですね、でたまたまその佐野ラーメンでこう、親方と知り合って、でラーメンも大好きだったのでいつかこうやりたいなっていう思いがあって、で打ち明けて、で、まあ、開業することになりましたね。すごいんですけど、もともとゴルフで忙しくされてて、一日のティーチングが終わった後、深夜ずっと手打ちを練習されてたんですよ。そうですね、まあ、レッスンが大体11時頃終わって、で帰っておられて、で1時とか2時ぐらいから、まあ本当親方もその営業終わった後も、その後付き合ってくれてですね、4時ぐらいまで付き合ってくれたりとかで、次にもう6時とか6時半にはもう親方入るので、もうそのままお店で寝たりとかですね、まあ、そこまでこうやってもらってっていうのがずっとあって、まあ、そういう支えられてきたものがあるので、まあ、今があるのかなと、はい、思います。洋介さんは今年で9年目になると思うんですけど、はい、そのラーメンの魅力ってどのあたりですか。そうですね、やっぱり先ほど言いました通りご当地ラーメンでこう年齢層が高いんですよね。うどん屋さんに行くかのように、まあ、本当に70代80代の方が毎日来られたりとかですね、で、まあ、こう毎日食べてもこう飽きないような優しいラーメンっていうのがすごく魅力的だなと思います。